大井川鉄道は新型コロナウイルスの影響で大幅な減便をしていた大井川本線を。今日から通常ダイヤに戻し運行しています。大井川鉄道は金谷駅から千勢駅を結ぶ大井川本線について。今日から一日三十本の通常ダイヤに戻しました。大井川本線は。 新型コロナウイルスの感染拡大による外出の自粛などを受けて、利用者が減ったため。先月十四日から朝の三本のみに大幅に本数を減らして、運行を続けてきました。一日中、あっち行ったり、こっち行ったり、あの、乗りたいと思います。ダイヤ通りに。走ってくるって、これがまあ、一般的に普通なんですけども。普通って、すごい安心するって感じですね。 大井川鉄道では今月20日に伊川線と SL の運転が再開する予定で26日からは機関車トーマス号の運転を始める方針です。